ホーミーズはじくポップコーン、はじくポップコーン。この間ちょっとホーミーズでエゴさせてた、ホーミーズのルカさんと大久保ですれ違った。だけどなんか歌ってたから気まずくて声かけられなかった。いやちょっとマジで恥ずかしいなと思ったら、そんなとこ見られたのと思って、ちょっとちゃんと考えてみたんですよ。大久保歩いてねえな。多いんですよ、俺と似てる顔が。あ、まあね、俺この間あれですよ、歌舞伎町でもルカ見つけました。職業イケメンみたいな、たまにルカいるよ、副業してたんだと思って。ということで本日笑ってはいけない TikTok でございます。それでは呼び出してまいりましょう。入れよ勇者たち、ホーミーズ。てめえ。はい。ずるいわ。酔っ払いって怖いですね。カン。ホーミーズ。カン。惜しいです。いやボスだなと途中で感じたけど、ストイックだなってツッコミでやられたな。ストイックだな。ホーミーズ。10点。10点の演技です。いや最後めちゃくちゃ出ちゃう。後半も結構。後半も結構。モサ多いです。おお、まだまだレベルが上がっていくよかな。後半へ続く。ホーミーズ。治ってねえよ。
今当たった。買ってたハムスターの金玉が異様に大きくて心配になったので動物病院に行ったところ、2000円の診察料を払ってただ金玉が大きいハムスターと診断されました。いや、これ噛めるかい。連鎖だったらいいわ。我慢我慢の、うん、しかもこのさ、最近のトレンドのやつだからさ、そうそうそう、ばっか古いやつね。これ噛むんのかい。金玉がおっきい。ホーミーズ、はい、もしもし、はい、もしもし、わかりました。はい、大丈夫です。はい、ベロ。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 ずっとこれが取れてないんやない。レゲンずっと壁についた。え、それ辛すぎやろ。まずは赤ちゃんにベビーマッサージを始める挨拶から行っていきます。今からベビーマッサージを始めるよ。楽しもうね。そんな声掛けをしてあげましょう。そして赤ちゃんをリラックスさせてあげましょう。両手をつないで軽く体をゆすっていきます。同じように足もゆすりましょう。まずは肩から指先、続いて足先へ広げていきます。以上でございます。あー、ロバート秋山さんでしたね、顔が。いや、濃かったっすね、今日。いやー、そうっすね。いや、ハムスター好きだったね。ハムスター、大きいハムスターと。あの、笑い方も、つられそうになるね。つられそうになるね。ホーミーズ、3時間ほど競技しまして、答えが出ました。はい、今回の MVP は、マット運動うまい少年です。よいしょ、ありがとうございます。うまさプラスあの聴衆のツッコミが確かに、まあ、MVP ということであの痛みも報われたんじゃないですか。少年のということで、今回登場した勇者たちは概要欄の方にまとめておりますので、ぜひ本編をチェックしてみてください。します。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価と Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあそこに放置されてる誰のかわかんない炭酸入れ飲むじゃんけん、はい、最初グッジャイアンバイ。これか。入ってなかった。